宇宙の悪魔グア軍団との戦いに傷ついたアンドロ挑戦士たち。彼らは友好の星エープ星にて療養の日々を過ごしていた。ウルフの親友エルパを交え、話題はいつしか宇宙の超伝説に集中していた。そんな時、メロスたちはエープ星に代々伝わるというペンダントを見せられたが、くしくもそれはアンドロ帝と同じ形をしていた。そのペンダントに反応したアンドロ帝がフロルを乗せたまま一人でに飛び立っていったのである。その頃、フロルの行方を心配するメロスたちの間にもう一つの事件が静かに始まっていたのだった。こちらアイセイオンエイプ星、こちらアイセイオンエイプ星、カルバ星にどんぞ。なんだおめえ。フロルは今頃どのあたりを飛んでいるのかな。うん、無事でいてくれるといいんだが。こんなことなら俺も一緒にアンドロ邸に行けばよかったよ。ああ。静かに。あ、なんだ。マルス、静かに。どこだ。鳴っている、確かに鳴っている。そうだ。お、フロルの声だ。マルス、マルス SP で音声を増幅させろ。よし、来た。メロス、ウルフ、マルス、ねえ、聞こえる？フロル、無事なのか？よかった、聞こえるのね。フロル、何があったんだ？それが、私もまだよくわかんないんだけど、このアンドロ帝が私をある星に連れて行こうとしているのよ。ある星だと？それは一体どこだ？それは地球と呼ばれる太陽系の惑星です。誰だその声は。マルス、安心して、今のはアンドロ帝が喋ったのよ。何？アンドロ帝が喋った？フロル、アンドロ帝は喋れるのか？ええ。その点については私からご説明しましょう。私の名はガル、アンドロ帝のメインコンピューターです。私の G システムに LC がセットされて、私の機能は完全になったのです。 LC っていうのはもしかするとあのペンダントのことかい？その通りです。なるほど。それで君はさっき行き先が地球と言ったが、それはどういうことなんだ？その前にフロルの正体をお教えしましょう。フロルはあなた方アンドロ人の栄光の王家の子孫、本来なら女王となられるお方。アンドロ挑戦士の皆さん、あなた方の前に立ちはだかるグアの大侵略を前にして、私はこのゆかりの挑戦士フロルに伝説の最終兵器の存在を明かしたところです。もとより私の中にはその星へ行く道案内としての能力だけがインプットされており、最終的に探し当てられるのはここにいるフロルだけなのです。そしてこの伝説の中の星こそ太陽系の第三惑星、この宇宙の中で最も平和な星と言われる地球なのです。そうか、なるほど、最終兵器は地球に隠されていたのか。エドラス、お前は引き続きここで奴らを監視するのだ。はは。アネウ、ギナ、アネウへ。ジュダは直ちにグア星のギナに報告した。フロルがすでに単独で地球へ向かっていることを。フロルの正体をお教えしましょう。フロルはあなた方アンドロ人の栄光の王家の子孫、本来なら女王となられるお方。アンドロ挑戦士の皆さん、あなた方の前に立ちはだかるグアの大侵略を前にして、
私はこのゆかりの挑戦士フロルに伝説の最終兵器の存在を明かしたところです。私は今アンドロ王家の遠い祖先より授かった任務を果たそうとしています。それはつまり宇宙の超伝説に基づいて最終兵器を探しに行くことです。もとより私の中にはその星へ行く道案内としての能力だけがインプットされており、最終的に探し当てられるのはここにいるフロルだけなのです。そしてこの伝説の中の星こそ太陽系の第三惑星、この宇宙の中で最も平和な星と言われる地球なのです。そうか、なるほど、最終兵器は地球に隠されていたのだよし、エドラス、お前は引き続きここで奴らを監視するのだ。おほう、姉上、ギナ姉上。ジュダは直ちにグア製のギナに報告した。フロルがすでに単独で地球へ向かっていることを。今度こそフロルを仕留めてグア様の求める最終兵器をこの手に収めてやる。兄上、私はこれからフロルを追って地球へ行くわ。うん、頼んだぞギナ、今度こそぬかるんじゃないぞ。メロス、いいですか。伝説の最終兵器をフロルが探し当てたとき、その兵器を使うのはメロス、あなたが一番ふさわしい。ぜひ私たちの後を追って地球に来てください。メロス、待ってるわよ。よし、ともかく私は地球に向かうことにする。あとは頼んだぞ。任しとけって。メロス、しっかりだ。あ、おう、エルパー、どこへ行ってたんだ。これからメロスが地球に出発する。え、なんだと。エルパー、お前。あ、エヘムシが。え、それ本当なのか。メロスは今地球へ向かうアンドロ帝を追ってエープ星を飛び立った。何、メロスも地球へ行ったと。はは、よし、こうなったら作戦を変更して一気に奴らを叩き潰すんだ。幸い一人は闇上がり。エドラス、まずウルフを誘い出せ。ほほー、かしこまりました。無事で頑張ってくれるといいな、フロルとメロス。ああ。ところで一つ気になることがあるんだが。ん？おい、ウルフ、見せたいもんがあるんだ。ちょっと来てくれ。あ、一体どこまで。お、ウルフ、お、引っかかったな、ウルフ。金縛り挑戦。アンドロ挑戦士の一人、アンドロウルフ、このエープ星で命尽きたり。なんだこれは。マルス、こんなことだと思ったぜ。やっぱりさっきのは偽のエルファだったのか。ジュダ、俺が来たからにはそう簡単にはいかんぞ。
傷も治って腕が鳴っていたところだ。久しぶりにマルス殺法を見せてやる。エドラス、何をしておる。マルスを倒せ。おほうわそうこんな奴らに負けてたまるか。くしゃくなくおっとくしゃくなくくその頃、フロルは。フロル、いよいよ地球に接近した。地球は美しい星だ。水と緑に囲まれた宇宙で最も平和な星だ。平和な星。アンドロ族の祖先がこの星に伝説の最終兵器を隠したのも考えがあってのことだ。考えって、いかなる超兵器といえども武器は武器。ひとたび悪の手に渡ればそれは恐ろしい結果を招くことになる。フロル、君は君の全能力を発揮してこの地球から最終兵器を探し出し、後から来るメロスにそれを渡さなければならない。フロル、君ならできる。いや、君でなければできないことだ。伝説の最終兵器、その名はグランテクターという。グランテクター、それはどういうものなの。私たちがこうしてつけているコスモテクターに名前が似ているけれど。そう、一種のコスモテクターだ。しかしグランテクターはこの大宇宙で最強のコスモテクターなのだ。フロル、瞑想しなさい。グランテクターが地球のどこにあるのか、それは君だけにわかるのだから。早くお行き、フロル。フロル、早く伝説の最終兵器とやらを探し出してちょうだい。そして私が横からさっといただくのよ。フロルはギナの追跡には全く気がついていなかった。しかし、さらにそれを追うメロスの姿があった。急げメロス、急ぐんだアンドロメロス。伝説の最終兵器グランテクターを求めてフロルが地球に飛んだ。それを追うようにギナも地球へ向かったが、我らのヒーローアンドロメロスもさらにそれを追っていた。その頃、エープ星では、それくれけいけっはっはっはっお前の武器を見せてやり。ほっ、トゥー、フライ。どこ、はっ、
待て、俺に任せろ。おお、エルパ、ウルフ、ウルフよ。オッケー、とどめだ。この邪魔者め、エルパ、何をするか。どけ、こんな奴らに負けちゃなんねえぞ。金どかぬか。エルパヘルパーがやられた。よし、行くぞ。よし、それ、ウルフ、スロードユーだ。スロードユおしゃくな、おのれ、ふっと、えいと、ひっ、ふっ、つら、ふっ、かえっと、ふっ、えい、とりゃ、ど、おけ、バカ者め。しまった。ウルフ、メロスやフロロを待ってはいられない。グア星へ行こう。どうせジュダはグア星に逃げ帰ったに違いないさ。おう。アンドロテ、コスモテクター、グランテクター。見えてきたわ。白いところ、白くてとても広い場所だわ。フロルさ、行きなさい。最終兵器の隠し場所に急ぐのよ。フロルは目指す地球へもう一歩だった。ウルフとマルスはエルパを丁重に葬った後、グア星に向かっていた。フロル、もうすぐのようね。最終兵器がある場所は。フロル、これから先君は自分一人の力でグランテクターを探さなければいけない。宇宙伝説によれば、聖なる地においてはグランテクターが自ら王家ゆかりの者だけを導き入れるという。フロル、君の全精神を集中してグランテクターの導きを感じ取るのだ。あ、見つけた、見つけたわ。宇
宙の平和を守るグランテクター、私を呼んで光っている。フロル、ご苦労様。フロル、お前のここまでの旅はゆっくり見学させてもらったよ。いつも後ろからね。気がつかなかったなんて、私伝説の最終兵器のありかはもう分かったわ。お前の役目ももうこれでおしまい。それ！グア軍団との長い戦いを続けてきたアンドロ挑戦士たちは、最終兵器を求めて地球へ向かったフロルが宿敵ギナを倒すとともにグランテクターを発見。メロスがそれを身につけた。そしてメロスとフロルはグアを倒すべく本拠地であるグア星へと向かった。ちょうどその頃、ウルフとマルスはグア星に到着するところだった。マルス、この前の戦いでこのグア星の環境条件が我々には不利だということが分かった。短い時間で一気に決着をつけよう。分かった。おう、早速おいでなすったか。雑魚ばっかりだぜ。軽く行こう、軽く。おっとりゃ、それどうぞ。またとおっとっと、軽く軽く、おっそれおっとらつえいつほらほら、ほらどうした？とコスモバズーカー！
お前たちザコリは用はない。ジュダはどこだ。ジュダはどう。また厄介な奴が出てきたぜ。ああ、三体一緒で大変だ。一体ずつ片付けていくとするか。了解。ソードユー、コスモバズーカ。やったな。ウルフ、マルス、それぐらいの攻撃で怪獣戦艦キングジョーグは倒れないぞ。ウルフ、マルス、間に合ったわね。これはメロス、最終兵器グランテクターをつけたメロスよ。グランテクターか。すごいな。最終兵器グランテクターだと言っていたな、メロスが着ているあれを。するとギナ姉上は、私は魂だけになってしまったわ。エアンドロ挑戦使命。ジュダ、わしは戦うぞ。このグア星を守るため、大宇宙に君臨すべきグア様のために。ドロ挑戦士を通し、あのグランテクターをグア様に。やるべし。ギナを失ったモルドとジュダはグランテクターを奪おうと総攻撃をかけようとしていた。負けるな、アンドロ挑戦士。怪獣戦艦ギエロニア、攻撃開始。怪獣戦艦ベムズン、攻撃開始。単独で決戦を仕掛けてきた。ギナも怪獣戦艦も失い、平静な心を忘れてしまったのだろう。あのモルドが。心配いらないさ、ギナ。わしが特訓しておいた新しいファイティングベムだ。マルスは地獄に落ちたぞ。そしてフロルもやがて。今までお前たちを生かしておいたのには訳がある。フロルとやら
お前に少しばかり尋ねたいことがあってな。お前はこの広大な宇宙に古くから伝わる超伝説の話を聞いたことがあるだろう。ん？アンドロ挑戦しめ。よし、こうなったら怪獣戦艦をスタンバイさせろ。アンドロ挑戦しめ、グア軍団の本当の恐ろしさを見せてやるわ。大丈夫か？エロス、ここは危ない。フロール、しっかりしろ。待っていたぞ、メロス。お前たちを分断するのは我々の戦術、罠にはまったな、メロス。フロールはもはやその十字架で命を落とすみ、さぞ寂しかろうぞ。さあ、それ、えい、はい、そう、そう。メロス、貴様には恐れ入った。だがここがグア本星ということを忘れるな。お前たちは袋の中のネズミ同然、生きてこの星から出られるなどとは決して思うでないぞ。さらばじゃ、うおりゃ。上がってどけ。うわっ、そっ、うわっ、そっ、うっ、うわっ、そ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 っ、うわっ、うわっ、か、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、最後の手だ。どうだ。最後のとどめだ。それ。どうだ。なんだ。残念。すごいわ、メロス。グランテクターの威力は素晴らしいわ。すごいパワーだ。メロスよ、確かにグランテクターとやらの威力は素晴らしい。だがこのジュダ様には通じはせん。わしはグア様の最後の砦となるのだ。このわしの名誉と栄光にかけてもな。アンドロマルスよ、これが我が軍団の誇るダクミランだ。まあ、せいぜいたっぷりと可愛がってもらうんだな。それ、うわ、俺がシスとも、クワ様がいる。クワ様こそこの宇宙の真の帝王となるべきお方。そうだ、ジュダ様じゃ。舞い戻ってきたぞ、地獄の底からな。そう、
ジュダはパワーアップしてよみがえってきた。だから過去に使った同じ技は通用しないのだ。それと待て、キーッ、ほら、さ、ちょ、俺、さ、これでもか、それほっ、なっ、おい、く、何をごしゃくな、ほら、ほら、ほら、てぅ、とどめだ、キッ、ほら、さ、メロンス、ジュダには同じ技は通用しない。何か新しい必殺技だ。よし、わかった。キー、グランフリーズ。挑戦し合体光線の発射だ。やったー、やったわ。今度こそジュダを倒したのね。ああ、これでギナ・モルド・ジュダは確かに倒した。だが肝心のグアはまだだ。そうか、我々はまだグアに出会ってさえいないんだ。そうね。あれがクアか。見ろ、グアには顔が3つあるぞ。よく見て、真ん中の顔はモルドだわ。そしてギナとジュダの顔がついている。そうか、どうしたメロス。うん、分かったぞ。グアというのはモルド、ギナ、ジュダ、この3つの魂が集まってできているんだ。なんだって。ハハハハ。
そうか、グアは3つの魂の集まりだったのか。いや、逆に考えればグアがモルド、ギナ、ジュダの3つの魂に分かれていたのかもしれない。じゃあグアは彼らの3倍もの力があるってことじゃない。大丈夫、私だってこの強力なグランテクターをつけているさ。頼むわよベロス。あ、アンドロ挑戦士ども、いよいよ決着をつける時が来た。さあ来い、アンドロ挑戦士どもめ。よし行くぞ。待って、グアの罠にはまっちゃダメよメロス。メロス、よし行くぞ。待ってメロス、グアの罠にはまっちゃダメよメロス。待て！ここは特別の条件にあるこのグア様だけの世界じゃ。はっきり言おう、メロス。ここではお前の動きも技も三分の一以下になってしまうのだ。何？最初はストーム攻撃。お次は熱虫サンダースパグランテクターをつけていることを忘れていたな。何が？俺の超能力はグランテクターで何十倍にもパワーアップされているんだ。せっかく罠にはめたと思ったのだ。今度はこっちの番だ。行くぞ。大丈夫だ、この通りね。グアは？グアはどうした？グアは倒した、もう現れない。そうか、やったか、ついにやったか。これでもう宇宙は平和なのね。グアが倒れ、宇宙は平和に戻った。しかし、しかし宇宙に住む者みんなのほんの小さな悪い心が宇宙に飛び散り、それが集まってグアのような悪霊になった時、また宇宙の平和が乱されるというんだな。その通りだ。だけどその時はまた我々が戦うさ。それに最終兵器の、あれ、メロス、グランテクターは？グアと一緒に燃え尽きてしまった。えー、
いや、グランテクターはもういらない。我々自身がどんな悪にも負けないようもっと腕を磨けばいいんだから。そうだ。こうして宇宙に平和が戻った。挑戦士たちをありがとう。フロル、マルス、ウルフ、そしてアンドロメロス、ありがとう。